はい、ではちょっと発表します。急遽ですね。急遽。4月、あれ、何 ?11 だった ?11 だっけあれ、11? 11? うん。11日の、ジュニアグローブマッチにですね、ヘッドオーバーから、急遽、翼が参加することになりました。参戦することになりました。ですね、翼は今、グローブマッチで、トーナメント最高は何回戦ですか？え？ 2 回戦敗退、2回戦まで勝った。1回勝って、1回勝った時か。それはいかん。グローブマッチ何度も優勝している。タノリからすれば、翼に、の、まず今回の目標は、はい。優勝です。優勝ですね。はい。兄ちゃんの愛と、おい、ハマライダーも、どう思いますか？どう思う？いや、してほしいけど、してほしくないっていうのもあります。あー、こいつが、2回準優勝。3回。あ、これ、この優勝できてないのは大問題な。あ、なるほどね。この今、翼だってなんか人数ちょっと今動画なんで言えないですが、優勝狙えるトーナメントだと思います。はい、やっぱ優勝。はい、じゃあ、翼、目標と意気込みをお願いします。これ、近く、近く、近く、優勝できるように頑張ります。おお、やっぱ優勝で、兄ちゃん優勝しない？優勝したら、これは形的には抜いてしまったことになる。どうですか？美味しい。うん。どうですか？見に行きますか？いや。行かない。まあ行きます。うん。見届けましょう。はい、では皆さん、翼の優勝を見届けに、はい、行きましょう。はい、頑張ってください。はい。はい、はい、あ、ありがとうございました。はい。